今から23年前の1999年11月13日に今のこのコンポで、主婦殺人事件がありました。すごい凄惨な事件でしたね。今でも未解決の事件です。もうじき11月13日で23年になります。事件の概要といたしましては、その今の2階の左端の201号室に住む主婦、旦那さんとまだ幼い息子さんの3人で暮らしてまして、それが13日、99年、今から23年前にちょうどこの時12時から1時の間に女性40歳から50歳ぐらいの女性の方に侵入というか刺されて、それで亡くなってしまったという事件なんですけど、なんか女性の方結構白昼の事件ですので、結構目撃情報とあと遺留品とかもあって、もう 40、50代の女性の方に似顔絵とかも公表されているているんですけど、未だに解決には至っておりません。で、今の部屋、その現場の部屋なんですが、まだその旦那さん、その亡くなった主婦の方の旦那さんが今も20何年ずっと借りていると、それでその中のその凄惨な状況もそのままにしてあると、それは犯人が捕まった時に現場検証とかができるようにということで、その状況を変えないために未だにその住んではいないんですが、家賃を払い続けて部屋をそのまま状態にしているという事件で、本当になぜこの事件は未解決なのか不思議でしょうがないんですけど、なんとか犯人を検挙して解決して、その遺族の方の無念を晴らしていただきたいと切に思っております。